どうも、もこみち。毎度ありがとうございます。オリーブオイルを使った料理を出すのかな？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ということで、早速、ゆめみの館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、ゆめみの館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回はいろんな飲食店が立ち並ぶホットモット村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでホットモット村に出発。ホットモット村に到着。もう早速ホットモットのマークが夢の世界へようこそ。あなたは今ホットモットという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のホットモットの世界をご堪能あそばせ。さあ、このプレゼントは着替えかな。なんやろ、ちょっと気になる。なんかめっちゃいっぱいプレゼントあるやん何かよくわからんけど、とりあえず全部取って開けていこう。横になんかめっちゃフルーツあるんやけど。ほら、めっちゃフルーツ。何これ、お金、お金が。ゆきちさんですかゆきちさんですか。素晴らしいじゃないの。顔拭きタオルや。あれやんね、エイプリルフールの時のやつや。チョコレートケーキ、グレーのメランジ。あ、よかったよかった。もしかして全部お菓子関係かと思ったよもしかして2通りあるかな。2通りあるっぽいね。はい、ここで私は女性のコックさんになりました。やったね、いいねいいね。ちなみになんか私はホットモットは前にホッカホッカっていうのがあったけど、全部ホットモットに変わったんかと思っとったんやけど、名前があれなんやね。ホッカホッカ亭はホッカホッカ亭でまだあるんやね、ちゃんと。これは一体何なんやろ。この道も何かを再現してあるんかな。私ホットモットになってから行ったことない気がする。なんかめっちゃ小さい頃に、あ、テナント募集中、テナント募集中や、テナント募集中ここにも誰か何か食べ物屋さんを出店して。なんかほっかほっか亭の頃には行ったことある気がするんやけど。あ、かわいい。これは小さい花が集まったんかな。てかほっかほっか亭どこにあるんやろうな。まだあるっていうのを見てちょっとびっくりしたんやけど。いらっしゃいませ、犬さん。村長さんやね。はい、ちょっとお菓子の家にお邪魔します。中身は、中身は、なんと書いてあるんだ。あ、でもこのマーク見たことある。え、これってあれじゃない？あの、何やったっけ？あの、チーズタルトとかのとこやないん、これ。あれ何やったっけ？あれよ、あれ。あれしも多分ね、コンビニとかのやつやけど、食べたことあると思うよね。え、何やった？ちょ、待って、なんて書いてあるんだ？風呂。あー、なんだったかしら。え、あれよね、チーズケーキじゃねえわ、チーズタルトのところよね。チーズタルト、え、絶対そうやって。私ファミマの時かなんかに、あ、パブロや、パブロの。そうやろこれえ、そうやろ、パブロのチーズタルトやって。そう。え、これ、チーズタルトっていうか、チーズケーキというか、まあ、タルトよね。タルト生地のケーキか。パブロのチーズケーキ。そう、あの、ファミマの時にさ、コンビニで売りよって、めっちゃ美味しかったんよ。ツイッター始めましてやって。え、これは犬さんがってこと？それともこのお店がということ？パティシエさんや、パティシエさん。あ、横側にはあれやね。セブンイレブンが。小人さんが案内してくれる。はい、こっちはセブンイレブン。
セブンね、セブン。なんかつい最近ね、あの、ファミリーマートにも、あの、なんていうん、セブンイレブンにあったセブンプレミアムみたいな感じのやつが、なんかできたんよね。食べたことないけど、ちょっと高級志向のみたいな、お惣菜。あ、二人とも一つのレジにいるってことはあれですか？片方、新人さんか何かですか？あ、オープンしたてやけんね。そういうことかもしれん。どこかから、こうなんか、ずっとやってきた人を呼んで、で、なんか新人さんの指導してもらえるみたいな。はい、そして、奥はあれかな？厨房かな？あ、違う。まさかの部屋だった、普通に。かわいい。なんかパッと見てかわいいって思ったけどさ、なんかこっちの方意外とね、意外とモンハンとかね、あったりするよね。あ、そしてベッドも肉肉しい。肉肉しいよ。これは手前のカルビのベッドで寝るの？それとも奥のケーキのベッドで寝るの？そしてこっちもね、ドーナツとスイカはあれなんだけど、恵方巻きがあるんよね。私この恵方巻きのやつね、何気に持ってないんよね。何気に持ってないんよね。いいな。あれもセブンのやつやったっけ？よね、確か。はい、そして、あ、ガストって書いてある！マジで？こっちガストや、やったね。やったね。おー、ガストもオープンしたて。ってことは、この建物自体ができたばっかりみたいな感じかな。なるほど。あ、ガシャポン置いてある。あ、確かに、レジの横にガシャポンとか置いてあるね。なるほど、なるほど。あ、てか、この間の私、ガシャポンの、その、紹介動画を出して、ガシャポンって方言ですかって言って、っていうコメントをしてくれた人がおったんやけど、なんか、ガシャポンとか、ガチャポンとか、ガチャガチャって、なんか、それぞれの、なんていうの、あの、メーカーによって言い方が違うらしいんやけど、まあ、要は、あの、本当は、まあ、ラップっていうものなんやけど、クレラップのこともサランラップって言ってしまうのと同じような感じよね。あ、子供のようにそがちゃんと。そして、ドリンクバー。まあ、みんななんか、それぞれ商標登録されてある言葉っていうのがあるけど、自分の慣れ親しんだ呼び方で呼んでしまうっていう。私はそれがガシャポンっていうだけだよね。美味しそう。私、ファミレスに来たら、基本的に、まあ、ドリアか、海鮮丼なんよね。全然正反対のものやけど。どこに行っても海鮮は逃せん。はい、そして、おお、ちょっと座ってしまった。座ってしまった。お腹が空いてくるな。はい、それじゃあ2階へ。あ、かわいい。めっちゃかわいい。お菓子の家、夢の国やね、もう。めっちゃ夢の国やね。なるほど。私さ、こういう、何気にね、ジェットコースター大好きなんよ。ジェットコースターとかそういう絶叫系めちゃくちゃ大好きなんやけど、コーヒーカップ怖くて乗れんのよね。わかる？わかる？なんか観覧車は大丈夫なんやけど、ジェットコースターも大丈夫。でも、メリーゴーランドとか、コーヒーカップが、普通に恐怖という意味で怖くて乗れないんだけど。なんなんやろうね、あれ。なんとか恐怖症みたいなのあるけど、なんかそのうちの一つなんかな。はい、それじゃあ、下の階へ。お、地下は、あ、回転寿司？あ、くら寿司！くら寿司って書いてある。祝回転。くら寿司よ、くら寿司。ほら、もう椅子がタコとタイだよ。いいね、無天くら寿司。くら寿司、私がよく行く、スシローも行くけど。くら寿司か、スシロー。いや、私ね、あれなんよ。ねった？あの、かっぱ寿司にもね、行きたいってめっちゃ思いよんやけどさ、かっぱ寿司がこっちになくって、多分四国ね、あの、高知にあるってのは聞いたことあるんやけど、なんか CM とかたまに流れたりするんよ。高知の CM を流すなよってめっちゃ思うよね。で、CM 流れたらあるんかなって思うやん。で、なんか調べたら高知やし。何これ、さあ、食べるが良いみたいな感じ。え、めっちゃお持ち帰りします、私。お持ち帰りさせてください。はい、お邪魔しました。もうお腹がめちゃくちゃすく。はい、それじゃあ、あれやね。
動物たちもコックさんの格好しとんやね。あ、見てこれ。ほら、地面が、これ何？トマトかな？トマトっぽいよね。あ、で、こっちあれ、目玉焼きじゃない？かわいい。かわいい。あ、撮影禁止や。なるほどね。グリコ。私、グリコのやつ、直接見たよ。あの、大阪旅行行った時に。あ、ここも撮影禁止や。え、これツイッターやん。あ、ツイッター？インスタ？あ、インスタかな、これ。かわいい。待って、見ないで。恥ずかしい。顔出し看板前、撮影禁止なのか。なるほどね。はい、それじゃあ、ちょっと3軒目じゃない、2軒目の家。またのご来店お待ちしてます。みっこさん。あ、ここの建物かな。お邪魔します。お、ここはパンケーキが食べられるお店なわけだね。めっちゃピンクや。超ピンクや。男の子は入りづらそうな感じやね。彼女と一緒やったら入れるかな。でもなんかたまにあるやんか。なんかこっちにも結構あったりするんやけど、結構、まあ、一つ、店舗一つしか知らんけど、あ、なんか男の人だけやったら入れんお店みたいな。まあ、プリクラのとことかもそうやけど、普通に食べ物屋さんでも、なんかカップルは OK やけど、男の人だけやったら、なんか入ってはいけませんみたいな食べ物屋さんがあったりとかするんよね。はい。隣の部屋は、ここはシナモンカフェ？カフェなんかな、一応。席一つやけど。いや、まあでも、カフェなんだ、きっと。あれかな、なんか、このメインの部屋から、それぞれの部屋に、自分の好きな部屋に行って食べる的な。はい、ちょっと奥の部屋に行きたい。なんか、この犬のやつさ、向かい合わせで置いてるのめっちゃ可愛いんやけど。はい、奥の部屋は、あ、ここは普通に寝室かな？キキララー。かわいい。いいね。いいな、いいな。チョコフォンデュ。でもこれチョコフォンデュっていうか、ちょっと色薄くない？こんなもんやっけ？なんかカフェオレみたいな色したんやけど。チョコフォンデュ。はい、そして、なんでベッドが置いてあるんやろ、あそこ。寝るの？はい、それじゃあ、右側の部屋へ。お、右側はキティちゃん。ここも、ま、自室的な感じかな。てか、なんかあれやね。めっちゃいっぱいクマさんある。かわいい。あ、上の電光掲示板も、めっちゃキティちゃん流れようんやけど。昔アニマックスでキティちゃん見よったなぁ。キティちゃんとミミィちゃんの。なんていう題名やったか忘れたけど。はい、そして、2階へ。お、2階はポンポンプリンや。ここは、なんだ、あれなのか。やっぱりなんかそれぞれ小さいカフェみたいな感じなのか。それともなんか、ね、ここスーツケースとか置いてあるけん、なんかサンリオのキャラクターを模した、ちょっとしたホテルみたいな感じで、これはルームサービス的なやつやったりとかするんかな。かわいい。はい、そして地下へ。お、地下はケロッピー。かわいい。一応ちゃんとそれぞれね、看板置いてあるんよね。じゃあやっぱりなんか、ミニミニカフェみたいなのが開かれとるっていうことにしておこう。ここはまあ和菓子を出すところっていうことやね。なんか、マイメロだけすごい大々的に取り扱われてる。マイメロが好きなんかな、犬さんは。どこが良かった？パンケーキね。パンケーキね。どこも美味しそうやってんけど。あ、でも私の中でちょっと和菓子は省かれてしまうかもしれない。苦手なので。ここもテナント募集してるよ。
ちょ、ほら、新しい飲食店ができてくれないと。待って、ここの男の子どこ行った？あ、おったおった。どうも、もこみち。毎度ありがとうございます。オリーブオイルを使った料理を出すのかな？違う？もこずキッチン。あ、ここがホットモットや。この、あれか？なんか、今、この村の開拓がされていきよるってことかな？ほら、すべての店が新規オープンやもん。どん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 こう飲食店を集めていって、まあ、テナント募集のところもいっぱいあったもんね。寂れていきよんじゃなくって、まあ、今からこの村を、まあ、なんか発展させていきますよ、みたいな。アルバイトパート募集しよりをちょっと。ちょっと。いやー、美味しそうなお弁当がいっぱいありますね。いいね。これ休憩室っぽいよね。あ、オリーブオイルじゃない。オリーブオイルじゃない。違う。めっちゃいいやん。この上に流れてるマークは、え、これ、え、喫茶ハタマスじゃない、マーク。あー、すごーい。え、すごい。キスハトノス再現されてるんですけど。え、かわいい。めっちゃかわいい。え、すごい。ねえ。キスハトノス2号店やん。ホットモットの奥にまさかの。こういうの再現するのすごいよね。はい、そして、こっちは、あ、びっくりドンキーって書いてる。へえ。びっくりドンキー。なんかめっちゃ犬おるんやけど。めっちゃ犬が。いいね、びっくりドンキー。ハンバーグを食べに行きたい。めっちゃいいよね。あんまり行ったことないんやけど、でも美味しそうなものいっぱいあるなっていうイメージはある。そしてがっつり。え、行きたい、行きたい、行きたい。どうしたの、ワンコちゃんたち。なんかじっと見据えて。ほい、そして、こっちは、ん？あれは何のマーク？なんか見たことあるような気がする。あ、ジャンカラ？カラオケや。ジャンカラって確かね、こっちでは、つい最近できたっていうのを、なんかツイッターのね、プロモーションで流れてきたよね。なんか、愛媛県大海道に、ジャンカラオープンみたいな。プロモーションがさ、最近やたらと流れてくるんよね。あ、なんか住んどるとことかさ、登録するけん、それで流れてきようやと思うけど。30% オフ。ジャンカラってどういう感じなん？なんかお買い得、お買い得、お得やったりとかするんかな？いや、私基本的にさ、こう、今まで行ったことあるカラオケって、シダックスとか、と、ビッグエコー。で、ジョイサウンドで、バナナクラブとか、そん、あ、あと、招き猫とか、そんなんばっかりないけど、ジャンカラって初めて聞いたよね、プロモーションで。いいんかな？それに最近カラオケってね、もうゲーム機でもできるけんね。家にマイクもあるし。はい、それじゃあ2階へ。あ、2階はサイゼリヤ。私が大阪旅行で生まれて初めて行ったサイゼリヤ。愛媛にサイゼリヤないんよね。いや、まあ、ね。まあ、行ってみて、ガストとか、ココスとか、そういうのと、まあ、基本的に変わらんわけやんか、ファミレスで。でもやっぱりなんかちょっと安心感みたいなのがあったね、サイゼリヤ。いやー、いいわ、サイゼリヤ。私多分ドリア頼んだと思うよね。はい、そして、地下へ。あ、ピザハット。アルバイトパート募集中や、ここも。ピザハット。あれなんや、私、この間、前にね、その、英語の、英会話の先生と話しよったけど、いや、日本のピザは、高いっていう話を、しよったんよ。なんかこういう配達してくれる。スーパーとかで買うのは安いやつとかいっぱいあるけど、ね、こういうの、高くない？普通に。ねえ、なんか、まあ、サイズにもよるけど、3000円とか4000円とかしたりとかするやん。でも向こうっていうか、ま、海外とかやと、なんかもっとね、分厚さとか大きさとかもあって、普通に500円とかで買えるらしいけん、
いいなーって話をね、めっちゃしよったよね。あ、なんか、ジャパニーズピッツァ is expensive みたいなの言った。え、なんか、日本ではピザがものすごく高価なのね、みたいな。もっとほんと、ワンコインとかで売れないものか。いやー、なんかお腹がすく村だな。非常にお腹がすく村だな。え、もしかしてこの卵たちを使って目玉焼きを？そういうこと？まさかの割っちゃうの。割っちゃうんすか。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか1軒目に突入した時点で私はめちゃくちゃお腹が鳴っていた。いや、いいね。なんか再現率がすごい高い。